というわけで今回ですね、カーボンさんに鬼をやっていただきたいと思うんで、カーボンさん、はい、鬼役よろしくお願いします。はい、任せてください。じゃあちょっと、じゃあカーボンさんスカイプ抜けてください。はい、失礼します。はい、ということで皆さん、カーボン様がいなくなったようですというわけで最後回線落ちいきたいと思います。イエーイイエーイイエーイ。盛り上がってねえな、全然盛り上がってねえな、マジでね。いやなんかあれっすね、なんかもう眠いっす。はい、もう僕は、そうそろそろ一夜を過ごしたいんで。そうですね、誰と過ごすんですか。誰とすか。またこっちだよ、くっさい。というわけで、じゃあ帰ります。お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした。そろそろカーボンさん爆発するんじゃないですかね。おい、どうなんすかね。え、カーボンさんそんな怒るタイプなの。いやー、これ動画見てると優しいのかなと思ったけど、僕は怖いです。あ、そうなんだ。僕ちゃん、いや、そういうわけじゃなくて、いや、僕は普通に怖い。僕だ、最初の方がビビってんだろうか、本当にね。俺ビビってますからね、結構。いや、待って、罪悪感しかないもん、本当に申し訳ないね、これで敵回したら俺ら潰されますからね。だって、別に、僕らあれですか、僕は初対面ですからね、僕僕も初対面ですよ。いや、嫌ですよ、僕え、そんな怖いのマジで。いや、僕は絡んだことないので分からないんですけど、ね、いや、僕もそんな、はいはい、怒られたことないんです。あー、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。なんだろうドッキリでした。ほらー簡単に説明すると、かくれんぼをしてカーボンさんに鬼をやらせて、数えてる時にそのままもう書いちゃいましょうっていう企画でした。あー、なるほどね。なんかめっちゃ恥ずかったんだけど、さっきなんか気まずいしそういうことか。すいませんでした。本当にすいませんでした。いやいやいや、邪魔してました、すいませんでした。いや、なんか、いや、あのね、俺ら怯えてました、本当に。真面目に怯えてた、俺ら。今日テレペガさんなんか千円さんとか言ってたじゃないですか。あー、でもめっちゃなんかカーボさんの愚痴言ってましたよ。ふざけんな、なんか最近調子乗って、なんか調子乗ってか制裁よみたいな言ってました。まあ、いやでもそうだな、ちょっとわかん、なんかもう何も知らなくて来ちゃったし、ごめんなさい。まあそうだなあ。あれ？あれ？え、ちょっと待って、ほんと怖いっすよ、僕。怖いっすよ、ほんとに。いや、なんか。逆ドッキリとかじゃない。いや、なんかさっき、あれなんですよ、LINE 来て。はい。もしかしたら若干消えてるかも。やばいかも。いや、わかんないですけどね。ただ単にちょっと戸惑ってるのかもしれないです。どういうことっすかって来ました、 LINE で。今来ました。あのさ俺のやつがさ、ガチでネタと捉えられてない。いや、ちょっと、いや、ちょっとやばいっすね、これは。ちょっとテーペガさん、ちょっとテーペガさんやばいんじゃないですか。あれがやばいっすねちょっとしかも実際に言ってますからね、動画で言ってますからね、あれ証拠ありますよ、普通に。いやあのトーンは多分ネタのトーンだと分かると思う。あのトーンはネタだと分かる。一回じゃちょっと謝りましょう、カーボンさんに。あ、入ってきた、うん、はい、あお疲れ様です。いや、本当申し訳ないです。いや、もうだってさ、なんか、まあ時間なかったし、なんか、ちょっとはなんか嫌な気持ちになったよね。本当申し訳なかった、すいませんでした。そうだな、まあ、なん
んかあんま関わりもないのになんかすごいなんか、うん、接し方というか、うん、ないなと思ったんだよね。確かに。ダメだ。笑いが止まんない。本当にすいませんでした。まあでも、うん。あれ、テレビカさん生きてます？生きてます。でもなんか裏で愚痴言ってるとかはないよね、普通に考えて。あ、それはあれですね。あの愚痴は言ってないです。いやでも言ってたって言ってたじゃないですか。愚痴とは違いますね、あれは。まあでも聞いてないから分かんない。まあでもノリみたいな感じのとこもありますね。そうですね、そうですね。うん、いやーまあ愚痴ともほど違うような感じで。一応その動画的なこともあるというか。うん。じゃあさっきのはあのプチプチがあの、はい、その愚痴言ってたよっていうのはあれはネタというか。うん。それなんか笑いというか。表現。意味合いが違いますね。愚痴ではないですねあれね。ああ。まあでも正直舐めてるよね、なんかね。うん。いやでも本当に申し訳なかったです。いやさ、でも、ざけんなよ、なんか。ドッキリだよ。ということで、テレペガさん、見事引っかかってしまいました。大丈夫ですか？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 大丈夫ですよ。カーボンさん全然怒ってないですよ、皆さん。辛すぎる、やべえ。いや、なんか。なんかこれ。いや、俺、すぎるよ。俺、真面目にマイク切ったんですよ、俺今。いや、実は、じゃあ、皆さんにちゃんと説明します。はい、もうやべえ。お願いします。一番最初は、はい、カーボンさんに、そのまま本当にドッキリをかけようとしました。はい、でも、なぜか会話をしている途中、なんかやっぱりカーボンさんとコラボとかあんまりしたことない人が多かったので、うん、なんて言うんだろう、怒るんじゃないかなっていう説が湧いてきたんですよ、うん、あそこで、あ、じゃあ怒ってもらおうということで、あのカーボンさんに怒っていただきました、はい、でもなんか無茶振りがすごいって、本当にすいませんね、でも本当急になんかそういう、あ、この展開もしかしたらっていう感じでなんか急に振っちゃったんですけど、でもなんかエニトマトさんとマヒトさんはマヒトさんはでも前回それでやったんですよ、仕掛ける側だったんですよ。ああ、うん、僕だからすぐ気づいてるの、カタカタ聞こえた時点で、あこれ逆ドッキリに変わるなと思って、でそれでなんかテレビがさんちょっと攻めたんです僕。まあ、待ってやって、すいませんでした。でそうで、その後エニトマトさんからもこれどっちって LINE 来て、あもう気づいてるんだろうなと思って、で唯一純粋な、ね、唯一純粋なテレペガさんだけは何も本当にやってきてツイートしてたってなんかそうそう見たツイートしてる、やべえと思って、怖いということで申し訳ございませんでした。ということでドッキリ二重かけてしまいました。いやでもなんかこれでなんか純粋なテレペガさんを視聴者に伝えられたかなっていうのは、いやあ夜の、いやあの俺あれしながら、あのこれちょっと言っていいかわかんですけど、言っていいですよ、あの裏で LINE してあ、話適当に流してたんすか、もしかして。いやなんかそのリアルの方の LINE が うるさいので返してました。ノーダメージですか、もしかして。マジか。いやなんか、なんかそのまあ黙ってるなと思って、あ、なんか生きてますって言ってるじゃないですか。ああ、僕言いますね。まあ、声だけだったら別に騙せたらなんか反省してるように聞こえるかなって。あ、なるほど。この人最低だ。この人最低だ。俺すげえいい人だと思ったけど、もうそれもうすごい全然違かった。ったほんとだいぶ違かった。路線結構外れてたよ、本当に。自分が自分がテレビ局さんがちょっと最低な動画みたいになっちゃった。確かに。でも全然
方向違かった本当に。沖縄行こうとしたら北海道行っちゃってみたいな感じだったよ。なんかね。というわけで皆さん の, あのチャンネルは概要欄の方に貼ったのでね、ぜひ、はい、見てください、はい、特に演技が良かったカーボンさんと、はい、純粋に騙されてしまったテレベガさんのチャンネルもぜひね見てください、はいはい、というわけでね、またねこれ次回もありますから、これ第2回目なのでこの時第3回目ももしかしたらこのメンバーでやるかもしれないので、もしよければ参加ください。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。一回よろしく、一回よろしく、あ、すいません、一回よろしく待ちです。一回よろしく、一回よろしく、一回よろしく。